こちらアメリカのアケダクト競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ウェイバーウッド好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してウェイバーウッド花に立ちます。その後ろからはライラックメガトン、この馬も上がっていく構えです。さらにはゴーイングマウンテン11番エルコンドルパサー、その後ろ後方に控えたのがプライムディライト。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはエルコンドルパサー、緑の帽子ライラックメガトン、その後ろ内からはゴーイングマウンテン、並んで7番フェイバーウッド、すぐ後ろにダンドピール、さらにはレーレンズ、並んで8番ダッシュジャイアント。これに続くのがダンナップザカラーズ、その隣にプライムディライト、その横にサイクルトゥルース。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてエルコンドルパサー、ライラックメガトン、ほとんど差がありません。 MI ブラン E1安城のゴーサインに応えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はエルコンドルパサー、 MI ブラン2番手、内からはゴーイングマウンテン。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。エルコンドルパサー先頭、エルコンドルパサー差を広げる。2番手は MI ブラン、エルコンドルパサー1着、エルコンドルパサー完勝、エルコンドルパサー1着、2着は MI ブラン。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。エルコンドルパサー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭変わりました。先頭はエトワールクロス、エトワールクロス先頭、2番手はオートリーナジー、成田カップロード食らいつく。エトワールクロス先頭だ。エトワールクロス、エトワールクロス1着、2着にはどうやら成田トップロード、見事に勝ちました。エトワールクロス、成田トップロード2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。
さあ直線に入りました。これからの勝負、先頭変わってスティンガー、残り 200m、 先頭はスティンガー。北山アラート必死に追いすがります。スティンガー先頭、2番手は北山アラート、スティンガー1着、スティンガー1着、2着はセントブレイブ。これは桁外れの強さだ。スティンガー今年も東京競馬場の芝 2400m に世界の一流馬が集結しました。海外のトップホースを相手に、ここはぜひとも日本馬の力を示したいところです。さあ、いよいよ国際 G1 ジャパンカップの発走です。さあ、最後は大外枠のロードアックス、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。マーベラスサンデー、4スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。大方の予想通りマーベラスサンデー先頭を伺います。チーフベアハート競りかけていきました。さらにはルソー、7番スペシャルウィーク、その後ろ。では前の方から見てみましょう。マーベラスサンデー先手を取りました。ルソーすぐ後ろ並んで、10番アスタラバド、スペシャルウィーク後位をキープ。その外にロードアックス、その外からつくばシンフォニー、内からはフェイスフルサン、マイネルブリッジ、すぐ後ろ。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。一番人気のスペシャルウィーク、現在先団です。もう一度先頭から見ていきましょう。マーベラスサンデー先手を取りました。さらにはロードアックス、その隣にアスタラバド、好位置をキープしています。スペシャルウィーク 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはマーベラスサンデー、ピンクの帽子ロードアックス、その後ろ。これに続いてアスタラバド、並んで14番マイネルブリッジ、好位置をキープしています。スペシャルウィーク、その隣につくばシンフォニー、その横にチーフベアハート。この辺りで各馬大欅の向こう側を通過。この辺りで先頭が変わりました。ロードアックス、ここで先頭が入れ替わりました。マーベラスサンデー、ロードアックス2番手に控えました。4コーナーをカーブして、さあこれからです。マーベラスサンデー先頭、2馬身から3馬身のリード、2番手はスペシャルウィーク、手応えは悪くありません。前を捉えられるか。マーベラスサンデー先頭、残り 200m、 マーベラスサンデー先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。スペシャルウィーク、マーベラスサンデー、マーベラスサンデー、マーベラスサンデー1着、2着にはどうやらスペシャルウィーク。これが世界を制した実力だ。マーベラスサンデー。
4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭に立ったシンボリスウォード、あと 200m、 先頭はシンボリスウォード。残り 100m、 マイネルラブ抜けた。ノーブルモントレー追いすがります。マイネルラブ大激戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。